スコット・ケビン・ウォーカーはアメリカ合衆国の政治家、ウィスコンシン州会議員、ミルウォーギー軍軍長などを歴任し、第45代ウィスコンシン州知事を務めた。1967年11月2日にコロラド州コロラドスプリングスに誕生する。イエズス会が設立したカトリックミッションスクールの大学である。 マーケット大学へ入学するも卒業せずに1990年に中退した。その後はアメリカ赤十字のフルタイム職員として働く。ティーパーティー運動の猛威が吹き荒れた2010年の中間選挙で当格を表した保守派の長寿の代表格の一人である。就任早々労働組合の賃金交渉権を制限するなど対立勢力に対する強硬な手法で注目される。 反対派からリコール請求が行われた結果、2012年にリコールが成立した。全米の注目を集めた再選挙では、全米の保守派の富裕層からの支持で、資金力で対立候補のミルウォーキーのトム・バレット市長を圧倒し、再選した。その手法から賛否が割れ、幅広い支持を得るという点では、非常に難しいが、保守派のホープの一人としては依然として、 存在感を示している。2015年7月に2016年アメリカ合衆国大統領選挙への出馬を表明した。一時は党内支持率で首位に立つなど最有力候補の一人とも目されたが、ドナルド・トランプなどの勢いに押されたこともあって支持が急落し、9月21日に大統領選挙からの撤退を表明した。 2018年11月の州知事選挙で民主党のトニー・エバーズに敗北し、2019年1月7日に退任した。米ウィスコンシン州のリコール知事選、共和党の現職が勝利ウィスコンシン州リコール、選挙ウォーカー知事再選のからくり、ウォーカー氏、米大統領選に出馬表明、新鮮な指導力が必要。日本経済新聞。 h t t p w w w n i k e i c o m スラッシュアーティクルスラッシュ t g x l a s g m 1 4 h 1 z u 5 a ア7 1 4 1 i f l e r 2 0 1 5年7月14日、閲覧。ウィスコンシン州知事撤退イコールコン戦共和で2人目、米大統領選。時事実信。 http コロンスラッシュスラッシュ www.jiji.com スラッシュ jc スラッシュ zc k イコール20 1509 2兆150億9220万 123& g イコール i n t 2015年9月22日閲覧ウォーカー氏が撤退表明米大統領選共和候補ロイター COJP h t t p ロイタ t e r c o m アーティクル 2015-09-22-USA イレクションウォーカーイジピール 4N11-S1A8 億2015万922-2016年3月16日閲覧デモクラットトニー・イーバース・ディフィッツ・リパブリカンスコット・ウォーカー・イン・ウィスコンシン・ガバナー・レイスタイムタイム httptime.com 5447,489トニー・イーバース・エレクテッド・ウィスコンシン・ガーバナー2018年11月10日閲覧ありがとうございます